2020年も早いものですでに2月に入っています。この冬は暖かくて、冷え込みが弱いですね。暖房費の節約に励んでいるので、本当に助かります。いつものように暖房器具は、電気式毛布です。1日20時間くらい使っています。電気式毛布に、くるまっているような生活です。ちなみに、電気式毛布の電気代は、1時間あたり、せいぜい1円です。それでは、電気使用量のお知らせを見てみます。